日本文化の苦手なところ今回は、日本文化の苦手なところを学びながら日本語を勉強しましょう。この動画は、前半は少しゆっくりのスピードで、漢字には振り仮名があります。後半は少しだけ早くなり、漢字に振り仮名はありません。学習にお役立てください。 日本のの文化には、他の国と少し違ったた特徴がたくさんあります。日本が大好きな人でも慣れるのに時間がかかることや少し苦手に感じる部分もあるかもしれませんこの動画では日本人の私でさえちょっと苦手だなちょっと大変だなと思う日本の文化や習慣について紹介します。 日本に住んでいる外国人や日本の文化に興味がある方にとって新しい発見があるかもしれません上下関係にこだわる上下関係にこだわるという点は日本の文化の中でよく見られます特に学校や職場で年上や先輩に対しての態度がとても大事にされます 年齢や経験の差を尊重することは良い面もありますが、時にはそれがストレスになることもあります。例えば、仕事で年上の人と一緒に働くときに、自分の意見を言いにくくなることがあります。相手が自分よりも経験が多いからといって、自分の考えが否定されるわけではないのですが、どうしても遠慮してしまうのです。 また先輩や上司に対して敬語を使わなければならない場面も多く言葉遣いを間違えると失礼にあたるため気を使うこともありますこれらの上下関係のルールは特に日本に住み始めたばかりの外国人にとって難しく感じることがあるかもしれません「意見を言うのが難しい場面が多い」 意見を言うのが難しい場面が多いという点は日本の文化の特徴の一つです特にみんなが同じ考えを持っているような時に自分だけ違う意見を持っているとなかなか言い出しにくいことがあります例えば仕事の会議や学校での話し合いで他の人と違う意見を持っていても 周りりに合わせてて黙ってしままうことがよくあります自分の意見を言うことは悪くありませんが日本ではみんなが仲良くすることが大切にされているのでわざと空気を壊すようなことはしたくないと考える人が多いですまた相手の気持ちを気にしすぎて自分の意見を言わないようにしてしまうこともあります このような文化は外国から来た人にとって少し不思議に感じるかもしれませんが日本では昔から大事にされている習慣です長時間の会議や打ち合わせ日本では会議や話し合いが長くなることがよくあります特に職場では一つのテーマについて時間をかけて丁寧に話し合うことが多いです これは、みんなの意見をよく聞いて、全員が納得できるようにするためです。しかし、時には話が進まないこともあります。長時間かけて話しても、結論が出ないまま終わることもあり、そうなるとまた次の会議を開くことになります。このような長い会議は、外国から来た人にとって少し疲れることかもしれません。 特にもっと早く決めたいと思っている人には時間がもったいないと感じることもありますでも日本ではこのようにしてみんなでしっかり話し合ってから決めることが大事にされているのです「決まったルールが多すぎる」日本では決まったルールが多すぎると感じることがあるかもしれません。 例えば職場や学校地域のコミュニティなどどこでも細かいルールやマナーが決められていますもちろんルールがあることでみんながスムーズに生活できるようになっている面もありますが時にはそのルールに縛られて自由に動けないと感じることもあります例えば職場では服装や言葉遣い 時間の守り方などなどさまままざルルールが存在します外国から来た人にとってはこうしたルールが多すぎて何に気をつければいいのか迷うことがあるかもしれません特に日本では「空気を読む」といった言葉にしないルールも大切にされることがあるので慣れるまで少し時間がかかるかもしれません。 感情を表に出さない日本では感情をあまり表に出さないことが良いとされることがあります例えば何か悲しいことがあってもそれをすぐに顔に出さず冷静に対応することが求められる場面が多いですもちろん嬉しいことがあった時も あまり大げさに喜ばないようにすることがあります。これは、周りの人との調和を大切にするためです。しかし、外国から来た人にとっては、自分の感情を素直に表現できないことが、時々ストレスになるかもしれません。例えば、友達や同僚が何か嬉しいことをしてくれても、あまり感情を出さないと、 相手が本当に感謝しているのかどうかが分かりにくいことがあります。日本では、このように感情をコントロールして、周りとの関係をうまく保つことが大事にされていますが、最初は少し難しく感じるかもしれません。周りの目が気になりすぎる。日本では、 他の人かかららどう見られているるを気にすす。ことがよくあります例えば学校や職場で自分だけ違うことをしていると他の人にどう思われるだろうと心配になることがありますみんなと同じように行動することで安心する人が多いのですこれはみんなで同じように過ごすことが大切にされているからです しかし外国から来た人にとっては周りを気にしすぎることが少し疲れることもあるかもしれません例えば服装や話し方についても「これでいいのかな?」と考えすぎてしまうことがあります本当は自分のスタイルを出したいけれど他の人と違うと気にされるのが怖くてやりたいことをやらないこともあります。 周りを気にするこの文化になれるのには時間がかかるかもしれません本音と建前の使い分けが難しい日本ではよく本音と建前という二つの考え方が使われます本音とは本当に思っていることや感じていることです一方建前は 相手に良い印象を与えるために言うことや表向きの言葉です例えば誰かに何かを頼まれて「大丈夫ですよ」と答えることがあっても心の中では「本当は忙しいな」と思っていることがありますこれは相手を傷つけないようにするための日本の習慣ですでも、 外国から来た人にとってはこの本音と建前の使い分けが少し難しいと感じることがあるかもしれませんいつが本音でいつが建前なのかを理解するのには時間がかかることもあります日本でこのような場面に出会った時は少しずつ慣れていくことが大切です形式的な挨拶が多い 日本では、挨拶がとても大切です。特に職場や学校では、毎日のように決まった挨拶をします。おはようございます。お疲れ様です。よろしくお願いします。など、たくさんの挨拶が状況に応じて使われます。しかし、これらの挨拶はあまり深い意味を持っていないことが多いです。 外国から来た人にとってはこのように形式的な挨拶が多いことが少し不思議に感じるかもしれません例えば仕事の終わりに「お疲れ様でした」と言っても本当に疲れているかどうかは関係ありませんこの挨拶はただ礼儀として使われるのですあまり深く考えずに慣れていくと良いでしょう 日本ではこうした挨拶をすることで周りの人と良い関係を保つことが大事だと考えられていますイエス・ノーがはっきり言えない日本ではイエスかノーをはっきり言わないことがよくあります特に誰かの頼みを断る時に直接ノーというのは失礼だと考える人が多いです そのため、考えておきますいや少し難しいかもしれませんなどやんわりと断る表現が使われることがよくありますこれに慣れていない外国から来た人は相手が本当はどう思っているのか分かりにくいと感じるかもしれません日本では相手を傷つけないように配慮することが大切にされているので はっきり断らない方が良いとされることが多いのです。最初は戸惑うかもしれませんが、少しずつこうした表現に慣れていくと、日本の文化が理解しやすくなるはずです。おもてなしが負担になることがある。日本では、おもてなしという言葉がよく使われます。おもてなしとは、 相手に対して心を込めてサービスをすることです特にお客さんや初めて会う人にはとても大切にされる考え方です例えば家にお客さんが来たときにできるだけ丁寧におもてなしをしようとしますこれは素晴らしい文化ですが時にはおもてなしが負担に感じることもあります 家の中を完璧にきれいにしたり料理をたくさん準備したりと準備に時間や労力がかかることがあるからですまたおもてなしを受ける側も相手に迷惑をかけないように気を使うことが多いです外国から来た人にとってはこのような丁寧なおもてなしがありがたい反面 少し気を使いすぎる場面もあるかもしれません。仕事とプライベートの区別が曖昧。日本では、仕事とプライベートの時間の区別があまりはっきりしていないことがあります。特に会社員は、仕事が終わった後も同僚や上司と一緒に飲みに行ったり、休日でも仕事に関する連絡が来たりすることがあります。 仕事の後に飲みに行くことは同僚との仲を深めるために大切だと考える人が多いですが時にはそれが負担になることもありますまた休みの日でも仕事のメールにすぐ返信しなければならないことがありプライベートな時間を取りづらいこともあります外国から来た人にとっては 仕事と休みをしっかり分けたいと考える人が多いためこのような文化になれるのは少し難しいかもしれません集団行動を重んじすぎる日本ではみんなで一緒に行動することがとても大切にされています学校や職場ではグループでの活動や決まり事が多く 個人よりも集団を優先することが求められることがあります例えば、学校の遠足や会社のイベントなどではみんなが同じ行動をすることが重要視されますこれに対して、個人的な意見や行動が制限されることもあるので外国から来た人にとっては少し窮屈に感じることがあるかもしれません また集団で行動する時には他の人に合わせることが大切だと考えられているため自分の意見を言うタイミングが難しいと感じることもありますこのように日本では集団行動が大切にされているため個人の自由よりもみんなで一緒に動くことが優先される場面が多いのです謙遜しすぎるところ 日本では他の人に褒められた時に素直に「ありがとうございます」というのではなく謙遜して「いえいえそんなことはないです」と答えることがよくあります謙遜とは自分を低く見せることで相手に対して敬意を示すことです例えば「あなたの日本語は上手ですね」 とと言われても、まだまだだでです、す。答えるのが普通です外国から来た人にとってはこうした謙遜の文化が少し不思議に感じることがあるかもしれません特に自分が本当に頑張って成果を出した時にも謙遜しなければならないのは難しいと感じるかもしれませんでも日本では 謙遜することで、相手に対しての配慮や礼儀を示すことが大事にされているのです。忙しいことが良いこととされる日本では、忙しいことが良いこととされることがあります。特に職場では、常に忙しく働いている人が、頑張っている人として評価されることが多いです。 例えばたくさんの仕事を抱えているるここととが誇りりに思われることもあります。逆にあまり仕事がないと頑張っていないと見られることがあるため忙しさをアピールする人もいます外国から来た人にとっては仕事が多すぎると疲れてしまうのでこうした忙しさを評価する文化は少し大変に感じるかもしれません。 もちろん全員がそうではありませんが日本では多くの人が忙しいことを良いこととして考える傾向がありますそのため休むことやリラックスする時間を取りづらいこともあるかもしれません日本には魅力的な文化がたくさんありますが時には理解するのが難しいこともありますそれでも 日本の習慣や考え方を知ることでより深く日本を楽しむことができるでしょう慣れるまでには時間がかかるかもしれませんが少しずつ日本の文化に触れて自分なりのペースで楽しんでみてください日本の素晴らしさを感じつつ自分らしく過ごしていくことが大切です 日本文化の苦手なところはいかがでしたかコメント欄から感想をみんなに教えてください。前半、お疲れ様でした。ここから先は、読み上げ速度が20%速くなります。それでは後半スタートです。日本文化の苦手なところ。今回は、 日本文化の苦手なところを学びながら日本語を勉強しましょう。この動画は、前半は少しゆっくりのスピードで、漢字には振り仮名があります。後半は少しだけ早くなり、漢字に振り仮名はありません。学習にお役立てください。日本の文化には、他の国と少し違った特徴がたくさんあります。日本が大好きな人でも、慣れるのに時間がかかることや、 少し苦手に感じる部分もあるかもしれませんこの動画では日本人の私でさえちょっと苦手だな、ちょっと大変だなと思う日本の文化や習慣について紹介します日本に住んでいる外国人や日本の文化に興味がある方にとって新しい発見があるかもしれません上下関係にこだわる 上下関係にこだわるという点は、日本の文化の中でよく見られます。特に学校や職場で、年上や先輩に対しての態度がとても大事にされます。年齢や経験の差を尊重することは良い面もありますが、時にはそれがストレスになることもあります。例えば、仕事で年上の人と一緒に働くときに、自分の意見を言いにくくなることがあります。 相手が自分よりも経験が多いからといって自分の考えが否定されるわけではないのですがどうしても遠慮してしまうのですまた先輩や上司に対して敬語を使わなければならない場面も多く言葉遣いを間違えると失礼にあたるため気を使うこともありますこれらの上下関係のルールは「 特に日本に住み始めたばかりの外国人にとって難しく感じることがあるかもしれません意見を言うのが難しい場面が多い意見を言うのが難しい場面が多いという点は日本の文化の特徴の一つです特にみんなが同じ考えを持っているような時に自分だけ違う意見を持っているとなかなか言い出しにくいことがあります 例えば仕事の会議や学校での話し合いで他の人と違う意見を持っていても周りに合わせて黙ってしまうことがよくあります自分の意見を言うことは悪くありませんが日本ではみんなが仲良くすることが大切にされているのでわざと空気を壊すようなことはしたくないと考える人が多いです。また、相手の気気持ちを気にしすぎて、 自分の意見を言わないようにしてしまうこともありますこのような文化は外国から来た人にとって少し不思議に感じるかもしれませんが日本では昔から大事にされている習慣です長時間の会議や打ち合わせ日本では会議や話し合いが長くなることがよくあります特に職場では一つのテーマについて時間をかけて丁寧に話し合うことが多いです これはみんなの意見をよく聞いて全員が納得できるようにするためですしかし時には話が進まないこともあります長時間かけて話しても結論が出ないまま終わることもありそうなるとまた次の会議を開くことになりますこのような長い会議は外国から来た人にとって少し疲れることかもしれません特に もっと早く決めたいと思っている人には時間がもったいないと感じることもありますでも日本ではこのようにしてみんなでしっかり話し合ってから決めることが大事にされているのです「決まったルールが多すぎる」日本では決まったルールが多すぎると感じることがあるかもしれません例えば職場や学校地域のコミュニティなど どこでもちろんルールがあることでみんながスムーズに生活できるようになっている面もありますが時にはそのルールに縛られて自由に動けないと感じることもあります例えば職場では服装や言葉遣い時間の守り方などさまざまなルールが存在します外国から来た人にとっては こうしたルールが多すぎて何に気をつければいいのか迷うことがあるかもしれません特に日本では空気を読むといった言葉にしないルールも大切にされることがあるので慣れるまで少し時間がかかるかもしれません「感情を表に出さない」日本では感情をあまり表に出さないことが良いとされることがあります例えば 何か悲しいことがあっても、それをすぐに顔に出さず、冷静に対応することが求められる場面が多いです。もちろん、嬉しいことがあったときも、あまり大げさに喜ばないようにすることがあります。これは、周りの人との調和を大切にするためです。しかし、外国から来た人にとっては、自分の感情を素直に表現できないことが、時々ストレスになるかもしれません。 例えば友達や同僚が何か嬉しいことをしてくれてもあまり感情を出さないと相手が本当に感謝しているのかどうかが分かりにくいことがあります日本ではこのように感情をコントロールして周りとの関係をうまく保つことが大事にされていますが最初は少し難しく感じるかもしれません「周りの目が気になりすぎる」日本では、 他の人かかららどう見られているるを気にすすことがよくあります例えば学校や職場で自分だけ違うことをしていると他の人にどう思われるだろうと心配になることがありますみんなと同じように行動することで安心する人が多いのですこれはみんなで同じように過ごすことが大切にされているからですしかし外国から来た人にとっては 周りを気にしすぎることが少し疲れることもあるかもしれません例えば服装や話し方についてもこれでいいのかなと考えすぎてしまうことがあります本当は自分のスタイルを出したいけれど他の人と違うと気にされるのが怖くてやりたいことをやらないこともあります周りを気にするこの文化になれるのには時間がかかるかもしれません 本音と建前の使いい。分けが難しい日本ではよく「本音」と「建前」という二つの考え方が使われます。本音とは本当に思ってていいるるここととや感じていることです。一方「建前」は相手に良い印象を与えるために言うことや表向きの言葉です。例えば誰かに何かを頼まれて「大丈夫ですよ」と答えることがあっても。 心の中では本当は忙しいなと思っていることがあります。これは、相手を傷つけないようにするための日本の習慣です。でも、外国から来た人にとっては、この本音と建前の使い分けが少し難しいと感じることがあるかもしれません。いつが本音で、いつが建前なのかを理解するのには、時間がかかることもあります。 日本でこのような場面に出会った時は少しずつ慣れていくことが大切です形式的な挨拶が多い日本では挨拶がとても大切です特に職場や学校では毎日のように決まった挨拶をします「おはようございます」「お疲れ様です」「よろしくお願いします」などたくさんの挨拶が状況に応じて使われます しかしこれらの挨拶はあまり深い意味を持っていないことが多いです外国から来た人にとってはこのように形式的な挨拶が多いことが少し不思議に感じるかもしれません例えば仕事の終わりにお疲れ様でしたと言っても本当に疲れているかどうかは関係ありませんこの挨拶はただ礼儀として使われるのです あまり深く考えずに、慣れていくと良いでしょう。日本では、こうした挨拶をすることで、周りの人と良い関係を保つことが大事だと考えられています。イエス・ノーがはっきり言えない日本では、イエスかノーをはっきり言わないことがよくあります。特に、誰かの頼みを断るときに、直接ノーというのは失礼だと考える人が多いです。 そのため、考えておきます、いや、少し難しいかもしれません、など、やんわりと断る表現が使われることがよくあります。これに慣れていない外国から来た人は、相手が本当はどう思っているのか分かりにくいと感じるかもしれません。日本では、相手を傷つけないように配慮することが大切にされているので、はっきり断らない方が良いとされることが多いのです。 最初は戸惑うかもしれませんが少しずつこうした表現に慣れていくと日本の文化が理解しやすくなるはずですおもてななしがが負担になることがある。ことあ日本では「おもてなし」という言葉がよく使われますおもてなしとは相手に対して心を込めてサービスをすることです特にお客さんや初めて会う人にはとても大切にされる考え方です 例えば家にお客さんが来た時にできるだけ丁寧におもてなしをしようとしますこれは素晴らしい文化ですが時にはおもてなしが負担に感じることもあります家の中を完璧にきれいにしたり料理をたくさん準備したりと準備に時間や労力がかかることがあるからですまたおもてなしを受ける側も 相手にに迷惑ををかけないいように気を使う気使ことが多いです外国から来た人にとってはこのような丁寧なおもてなしがありがたい反面少し気を使いすぎる場面もあるかもしれません仕事とプライベートの区別が曖昧日本では仕事とプライベートの時間の区別があまりはっきりしていないことがあります特に会社員は 仕事が終わった後も同僚や上司と一緒に飲みに行ったり、休日でも仕事に関する連絡が来たりすることがあります。仕事の後に飲みに行くことは、同僚との仲を深めるために大切だと考える人が多いですが、時にはそれが負担になることもあります。また、休みの日でも仕事のメールにすぐ返信しなければならないことがあり、プライベートな時間を取りづらいこともあります。 外国から来た人にとっては、仕事と休みをしっかり分けたいと考える人が多いため、このような文化になれるのは少し難しいかもしれません。集団行動を重んじすぎる。日本では、みんなで一緒に行動することがとても大切にされています。学校や職場では、グループでの活動や決まり事が多く、 個人よりりも集団を優先すするるここととがが求められることがあります例えば学校の遠足や会社のイベントなどではみんなが同じ行動をすることが重要視されますこれに対して個人的な意見や行動が制限されることもあるので外国から来た人にとっては少し窮屈に感じることがあるかもしれません。また集団で行動するときには 他の人に合わせることが大切だと考えられているため、自分の意見を言うタイミングが難しいと感じることもあります。このように、日本では集団行動が大切にされているため、個人の自由よりもみんなで一緒に動くことが優先される場面が多いのです。謙遜しすぎるところ。日本では、他の人に褒められたときに、素直にありがとうございます。 というのではなく、謙遜して、いえいえ、そんなことはないです、と答えることがよくあります。謙遜とは、自分を低く見せることで、相手に対して敬意を示すことです。例えば、あなたの日本語は上手ですね、と言われても、まだまだです、と答えるのが普通です。外国から来た人にとっては、 こうした謙遜の文化が少し不思議に感じることがあるかもしれません特に自分が本当に頑張って成果を出した時にも謙遜しなければならないのは難しいと感じるかもしれませんでも日本では謙遜することで相手に対しての配慮や礼儀を示すことが大事にされているのです忙しいことが良いこととされる日本では 忙しいことが良いこととされることがあります特に職場では常に忙しく働いている人が頑張っている人として評価されることが多いです例えばたくさんの仕事を抱えていることが誇りに思われることもあります逆にあまり仕事がないと頑張っていないと見られることがあるため忙しさをアピールする人もいます 外国から来た人にとっては仕事が多すぎると疲れてしまうのでこうした忙しさを評価する文化は少し大変に感じるかもしれませんもちろん全員がそうではありませんが日本では多くの人が忙しいことを良いこととして考える傾向がありますそのため休むことやリラックスする時間を取りづらいこともあるかもしれません 日本には魅力的な文化がたくさんありますが時には理解するのが難しいこともありますそれでも日本の習慣や考え方を知ることでより深く日本を楽しむことができるでしょう慣れるまでには時間がかかるかもしれませんが少しずつ日本の文化に触れて自分なりのペースで楽しんでみてください日本の素晴らしさを感じつつ 自分らしく過ごしていくことが大切です。日本文化の苦手なところはいかがでしたかコメント欄から感想をみんなに教えてください。それでは、また別の動画でお会いしましょう。